おちゃんは寝てんの。ハゲがしてる。多分ちょっとさっき。お前やな。あちちちちち久しぶりだね、ミホロボットさんも、ねえ、じゃあちょっとご飯食べに行かなね。三四郎に別れを告げる。バイバイ。泣いてる泣いてる。めっちゃ起きてきた、追っかけてきた。追っかけてきたぞ。早なったな、走るの。早なったね。走るというのか、歩いてるのか。いやもうなんかでももう飽きたみたいですね。飽きた。母追っかけるの飽きた。もうええわ。もうええわ。飽きましたね。そっか、うん、まあ、違うことに。マンホールか何かに夢中になってます。マンホールに指入れるよな。マンホール好きやな。ここは天五ですけど、ね、天神橋筋子町ですね。うなぎの魚井さんにうなぎを買いに来ました。周囲がうなぎ食ってたので、僕はもう土曜の牛の日じゃないですけど、もう何食ったろうと思って、すーげーなんですよ。ここは茶松うなぎ、ボーイさんですね。ここでうなぎ買って帰りたいと思います。ここは天神橋筋5丁目ですね。この近くには有名なお寿司屋さん、春駒さんなんかもありますけれども、ということで、うなぎ買って帰ります。天狗のうなぎ屋さん、魚井さんでうなぎを買いました。うなぎ買いました。うなぎ弁当ですね。テクテク歩いていきたいと思います。天禄に向かってテクテク歩いていきたいと思います。まあ、まだ午前中、まあ、もうお昼ですけどね。結構人少ないのかな、最近。どうなんでしょう。新しそうなお店も店舗から店舗にかけては結構ありますね。昔の古いお店もそれはいっぱいありますけれども、まあまあ店舗に向かっていきたいと思いますが、もう店舗商店街終わりかな。ここは、あ、宮古そば、立ち食いそばの宮古そばいいっすね。その横は、サバロク製麺所、サバロク製麺食堂、ね、この辺で、天狗はおしまいと。この辺が、天六の天神バス6丁目の駅の近辺ですけど、この辺から歩いて、天狗に向かって歩いて、で右手に美少園、美少館があって、あのテレビの CM してるヘアサロン美少館ですね、があって、でそれの前のこの布団屋さんの隣のはずですね。ここはこの辺かな。この見てるとガストがあって、マイマがある。その手前のこの辺が確かここやと思うんだけど、多分ここは小森さんの新しい天禄スタジオ、これね、これが天禄スタジオだと思うんですが、で今日8月1日が確かプレオープンって言ってあったと思うんですが、誰もいない。プレオープンっていうのは何なんだ。駅まで30秒、ということで誰か来ないかなと待って帰る。もう帰る。誰も来ないなら帰る。こっから見ると確かこの辺で小森さんは交通量調査をしたはったんですね。2万人。これが天神バス商店街ですね。小森さんこれだな。そうやそうや、Vlog ネタを、うん、お久しぶりやな、僕撮られるの。久しぶりの安田へ。今のロボットさんカメラ久しぶりやね。そうですね、だいぶね。はい、安田。8月限定があるらしい。これめっちゃ美味しそう。冷麺か。美味しそうやな。美味しそうやな。
これは絶対にうまい。あとは限定。限定はないけど。毎月買いますからね、限定。そうそう、定番、うんうん。定番もちゃんと美味しい。うんうん、1月は何とか焼きそばやったかな。焼きそばやってん。ね、前僕が焼きそば食べさせてもらって、はいはい、冷麺はミホロボットかなと思ったけど。行きましょう。行きましょう。じゃあ僕はどうしようかな。前何食べたかな。前何食べたかな。多分台湾まぜそばにしたはず。デラックス台湾まぜそばってすごいな、これすごいですね。今日焼肉を食べるとは思えないですね。この後ね。こっちスープのある方は食べたことないからね。はいはい、ね、スープのある方にしようかな、じゃあ僕は、うんうん。はい、じゃあ入ります。行きましょう。白湯と書いてパイタン。白湯と書いてパイタンと読む。汁ありですね。そう、汁があるメニューをまだ食べたことがなかったので、うん、食べてみたかったんだよね。いいだろう、うん、食べていい？どうぞ。メガネも一緒に。メガネも一緒に入れてまうね。いただきます。口になってしまってた今。あかん。あかん。冷麺冷麺。自分の役割言っちゃうの。認識してください。8月新作食べに来る。8月の新作。冷麺。おー。魔法。めっちゃカラフルやつ。魔法。うん。何やろ。魚粉？カレーじゃない。カレー？違う、聞いて、うん、や、美味しいですか。うん、麺がね、麺がね、熟成麺ね、熟成麺ですか。いいよね、何味って言ったらいい。白味ですよね。うまい。多分醤油レンジ、うん、で台湾民違ってキムチが、ね、仕事してますね。仕事してますか、うん、そうです。近いうちに行こうよ。これはリピート。小森さん帰ってきはったんで、搬入でいろいろ入れてはりましたけれども、近日オープン。今日小森スタジオ今日オープンですね。今小森さんまた荷物取りに行かはって僕バンしてます。こここのスタジオですね。これがスタジオ。すごいな。なんか外から見えるのが狙いなんでしょうね。うん。こういう感じですね。いいじゃん。あ、いいじゃないですか。ね。なんかそうだって。早めてますよ。まあ遠近法で。お、あ、いいですね、これ。じゃあ、食べるのないかな。うん、これで大丈夫。なんか、これ本オープンいつなんですか。多分いろいろ準備して、で、あの、ちょっと実験的に使ってみて、で、おそらく10月1日。あ、そうなんですか。ああ、なるから。なるほど。看板とか全部立てつけたりするんでしょ。まあ、いろいろあるね。で、ここをなんか、絵みたいなのをうまいこと書
いたりとか。なるほど、すごい、わっちいじゃないですか。これで、ね、ライト、まあいいか、これ大丈夫です、頑張ると思います、はい、この50倍にマスクですか。はい、めっちゃもったくられたやつ。いやいや、安い方ですか。はい、50円ですか。150円です。で、今日、まあ、それいろいろなんかスタジオ風にしていかかるんですよね。そうですね、うん、で、まあ、とりあえず今持ってくる機材がスイッチャーとかもちょっと焦ってしまったんですけど、まあ、いろいろ会社でも使ってないやつを持ってきて固定費を下げて。で、その10月までは当面別に何かされる予定はまだ入ってないですか。まあ、あの順番にそのラジオショッピングやったりとか、コメント入れたりとかはしていってるんですけど、まあ、本郷君はもうそこを目指してっていうことで、まあ、言うても9つしかないんで、でもどこまで何ができるかやってみようかな。テーマが好きなんですか。もともとね、そこの、あの、18番っていう中華料理屋が朝5時からやってる、はいはい、で、よう食べに来てたんですよ。なるほど、へぇ、MS のそばで、あそれで、へぇ、なるほど、はい、たまたまだからこう、そういうその YouTube スタジオみたいなのをやりたいって言うて不動産さんに見に行ったんですけど、不動産さんもちろん全然ピンと来えへん。ああ、わかんないですよね。で、ただ言うても、不動産屋さんが言うには、大家さんにどういう人が入って説明せなあかんのにって言われたんで、まあ、都道府県事務所がやってる、前で物産売ってるところに YouTube のスタジオがついてるみたいな。なるほど、なるほど、そんな感じですかねと。あ、で、いろんなものを紹介して発信していく、それでも集計したりとかするっていうような。なるほど、はい、あ、これだ、あ、これだ、もう大丈夫死にましたね。で、もうやっぱり、やっぱ2万人通りますから、人いっぱい行きますね。そうなんですよ。で、平日とやっぱり今日はね、日曜日だから、休日やとちょっと、ああ、そうですね。色合いが違う。平日も人多いですよね。人はほとんど変わらないですね。ですよね。土日の方が若干多いぐらいで、土日の方が、あの、若い子とか、あるいは多分どっか電車で来はったんやないような人が。なんか新しいお店増えてますもんね。増えてます。パン屋さん、おしゃれなパン屋さんとか。天国もいい感じですね。天国の駅、まあ、で、どこまでが天国で、どこからが天国か、多分皆さんはあんまり意識されへんと思いますけど。はい、面白いですわ。さっきあの天国の、あの、魚井さん。ああ、はい。あの、うなぎの、あそこ買いに行ってたんですけど。はい。あそこめっちゃいいですね。そうでしょう。で、まあ、またそのじゃあ、あの、ベタな、あの、差し入れ、ありがとうございます。お二人で食べてください。最初のお客様に、はい、いただきもの、はい、もうお客様です熱い、はい、ゲスの、あー、どうも、2人目のお客様にもいらっしゃいました。取れたかばっちりなんで、はい、やべ、ミスジ食べてる人です。ありがとうございます。よかった、そのままや、セーフや。ビールもあります。はい、ビールありますよ。うわー、すごい。ミスジ食べてくださいっていうか、美味しいなりますか。はい、わあ、これよ、これ、これよ、これ、これのために来たあるよ。マルチョを言ってしまう前だ。恥ずかしい。で、ビール。ビール頼んだら取るな。流れとしてはこうなんですよ。あの、塊ステーキ、リブロース塊ステーキ、これにはビールが必要だ。あ、ビールにはマルチョが必要だって、そういうこういう流れですね。はい。はい、連鎖です。いただきます。昨日ライブ配信で、トングを広げればいいじゃんみたいに言ってきてましたけど、そんなん言われんでも分かってんねんって感じじゃないですか。マックスなのよ、そんなことね。そ
そうですね、大きすぎる。あのトングはもうちょっと大きい方がいい。でもトングそんなね、サイズ用意してへんねやわ。肉の、でもこれインパクトありますよ。昨日もご機嫌でしたよね、皆さん。すごいなって。僕も思いました、これすごいなで、また、よう考えられてますか、この食べ方っていうか、なんていうか。うまいこと考えとるな。もうちょっと、10秒ずつやね、焼き切ったら。6面すべて10秒ずつですからね。おお、なんか近づけて写真撮ったらスマホが熱くなりますね。ちょっとソースが温まってきたのでのけよう。冷めたらまた温めたらいいや。低い麺を最後にしてしまいました。あー崩れる、崩れる。押さえていなければ。いやーすごい、こいつはすげーやん。おー、じゃあちょっと、お、ちょっとこれでまたこう広げていくのがね、かっちょいいですよね。おお。じゃあちょっと、私はちょっとレア気味でこれをまずいただくわ。だいぶ焼けてきた。っていうか、実はもう揚げてる。これは美味しい。焼けてきた。これあれっすね、焼き加減をね、あの自分で調整できるのいいですね。あー、ちょっと焼きすぎた。でもこれぐらいがいいな。僕はまあこれぐらいがいいや。さあ食べていこう。みすじもいただくわけですよ、私は。みすじもいただくわけですよ。これはね、幸せ。幸せ仮面ですよ。焼いてるわ。みすじはね、こう、なんていうか、今流行りのね。いつからでしょうね、この赤身に価値を見出すようになったのね。素晴らしい文化ですよね。手が入ってない。いや、いやすごい。いちごいちご。いちごです。今日はね、あの
1号さんと昨日に引き続き食べちゃいました。あ、ごめん、食べたついでに食べたのを買うっていうやつね。はい。あ、でもリブロースではないな。リブロースではないけどね。精肉の。精肉の。8月限定。はい。バーベキュー、豪快バーベキューね。はい、部屋の。これいつも1日ですか？あの代理機では。そうです。代理機では、一部店舗を除き、はい、1日配信で、3日まで使える。15日配信で、17日まで使える。なるほど、月2回ね。はい。で、年末年始とゴールデンウィークはちょっと日にちが変わる、はい。ずれる。なるほど。あ、でもめっちゃ嬉しい。代理機でめっちゃ買った。10%オフで。はい。明日か明後日ぐらいに、はい、また家焼肉をすると。焼肉頑張り。じゃあね、またね。ミホロボットさん何してんの？記事を書いています。記事を。何の記事？これはリズアンジュか。リズアンジュ。はい。噛んじゃいますね。絶対噛んでます。いや、楽しみにしてるわ。僕は Vlog アップしよう。もう書き出してるはずや。いっぱい上がろう。何？おとつい。あ、そうそう、おとつい。2日前の Vlog 今上げてる感じだから。上げます。三四郎は、三四郎ブロックだって言ってんだけど、ちゃんとうんこ座りだけしてるっていう。うんこ座りだけ、あの、自立。スタイルからうんこ座りスタイルにできると。怖いな。東大阪の子ヤンキーになるわ。コンビニでやるようになります。うん、そこのあのな、サボテンの前でやるかもしれない。サボテンの前